どうも、ちょっと今日久しぶりにですね、料理作ります。まあ料理といっても私の料理はまあ料理じゃないですけど、はい、なんとですねまた魚買ってきました。これ前からね、あの加熱用の魚ってすごい安いじゃないですか、あのアラみたいなやつでね、それをなんかね一回作ってみたいなと思って、で今日はねこれの味噌汁作っていこうかなと思います。はい、ね、こういうやつ本当に夕方とかになるとこれがさらに半額とかなるからね。うん、はい、でまあ味噌汁にね魚入ってると美味しいじゃないですか。ちょっと味噌汁の場所分かんなかったんで、味噌の場所もうこれでやります。はい、これちょっと先にこれぐらいかな、500ぐらい、はいはい、先にね、これちょっとお湯沸かしておく。はい、そして、次にこれね、3ついきましょう。じゃあこれを次に、2つ、3つ入れていくよ。じゃこれダメだな、これこんなに入れてたらダメだな、これにしよう。では、はい、味噌ね、できました。あの時もね、本当になんか、こいつすげえなと思いますよ。はい、では味噌汁できたので、次にこちらね、入れていきましょう。生キハダマグロ加熱用ということで、味噌汁の中にね魚があるとなんかすごい豪華な気持ちになるじゃないですかね。これでね、魚の出汁がね、これどういう部位なんですかね、これは。はい、じゃあこれで、1分ぐらい。
待ちましょう、換気扇をつけて。じゃあこれで、完成です。これを何日かに分けてね飲みましょう。これがどんな部位なんですかね。はい、では。では続いてお天気をお伝えします。こちらは現在の名古屋の空の様子です。はい、食べてきます。まあ、結構雨が降ったところもあったんですけども、この時間帯は雨は止んでいるところが多いようです。そして今日の最高気温ですが、名古屋の。これ今ちょっとご飯食べてたんで。ご飯食べてたんですけど、ご飯残ったんで、なんかないかなと思って、今ね、急いで作りました。はい、ではいただきます。どういう味なんですかね、これね。全域に、東海3県全域に雷注意報が発表されています。この後また急に強い雨が降ってくる恐れもありますので、ご注意ください。そして、明日の天気のポイントはこちらです。うん。明日は警報級の大雨となる恐れがあります。風も強くなりますので、横殴りの雨にご注意ください。ありますね。そうなんです。ちょっと冒頭でお伝えした時よりも、どんどん予報が悪い方、悪い方へと。ちょっと暑すぎるな、これ。ではまずはこちら台風の情報からお伝えしていきます。台風1号、昨日発生したものですけれども、強い勢力で日本の方へと進んでいく予想になっています。東海地方に最も接近するのは木曜日から金曜日頃かなと見られていますが、まあ、この頃には勢力を落としていく予想になっています。直接東海地方を影響を受けることはほとんどないかなと思いますが、うんうん、近畿にかけて波は高くなってくる。だから味噌汁に魚あるとね、全然変わってきますよね。うん、でも魚もね、こうやってちょっとカスの部分買ってきたら本当安いですしね。で、魚があるだけでもう全然味の深みが変わってくるんでね、まあ、ぜひね、お家で味噌汁作る人はこういう魚のアラみたいなやつね、入れてほしいなと思います。はい、これちょっとね、暑すぎるんで、またゆっくり食べますわ。はい。だってこんだけだよね。魚の栄養も取れるしね、味噌汁も魚も取って、米も取って。自炊はいいですね。自炊はいい。これどういう部位なんだろうな。身が取りづらいな。今スーパーのね、こういう魚って魚屋さんがあるところだと刺身とかでさばいてて残った部分なんで、鮮度的には本当問題ないんだよね。加熱用って言ってでもね。
聞いてあるんだよ。非常に激しい雨が山中の魚の人に。